それで実は東南アジアに進出をしてきたというヨーロッパの歴史があって、船舶にかけてはですね、非常に素晴らしいその造船技術を持っていたということになります。これで、徐福の遺構というもの、そしてこの足柄市にこの徐福たちは上陸したということ、そして、小田原市の方にもこの遺構は分散しているということ、そのようなことを今日はレポートをいたしました。逗子葉山日中友好協会、また徐福の研究者であります赤羽がお伝えいたしました。